ちは、こんばんは、おはようございます。夏しばです。今回はですね、実写動画を撮っているんですけれども、何があったのかと言いますと、夏しば2周年記念なんですね。ありがとうございます。2年前の6月17日にね、私 YouTube を始めたんですけれども、それから2年が経ってくれたということで、まあ日に日にね、ちょっとずつ成長できてるかなって感じなんですけど、まあまあまあ、それはさておき、2周年記念ということでね、いろいろとお知らせとありがとうございますというね、ご報告がございます。まず1点目、 LINE スタンプがね、登場いたしました。もういろんな方が買ってくださってるんですけど、本当にね、可愛い仕上がりになっていて、ゲームしてる人にとっては結構使いやすいスタンプになってるんじゃないかなと思いますので、こちらの方ぜひねゲットしてくだされた幸いでございます。ということでね、5点目、ありがとうございますの報告なんですけれども、それはねちょっと場所移動しようと思います。ゴー。はい、ということでね、移動してきたわけなんですけれども、ご報告というのがですね、こちらのゲーミングチェアなんですね。こちらプレゼントしていただいたもので、リスナーさんがねちょっとくださったものなんですよね。ちょっと絵でも置いているか、 AK レーシングのゲーミングチェアなんですけれども、こちらのゲーミングチェアめちゃめちゃ座りやすいんですよね。実際ねちょっと一回座ってみようかなと思います。もうめちゃめちゃふかふかなんですよ。ここが多分低反発かなんかの入ってるのかな。めちゃめちゃ座りやすくて、本当にストレスフリーでこれ座れますね。あとこのここのね、なんだこの名称がわかんないけど、ここなんですけど、ここもねクッションねふにゃふにゃしてて全然硬くないから座りやすいゲーミングチェアになっています。後ろなんですけど、こうやってあ、違ったこうやってねリクライニングみたいにできて、めっちゃこれで寝れるなって感じなんですけど、本当にリスナーの方にはもう感謝しかないです。本当にありがとうございます。このいいねプレゼントをしていただいて本当にありがとうございます。実際このゲーミングチェアに座ってウィーレを今回はやっていきたいと思います。それではドン。はい、ということでですね、早速ウィーレやっていきたいと思います。ちょっとねコム戦で一応ねやっていこうと思うんですけど、リバプール VS メスでね今回やっていきたいと思います。まあ、なぜメスなのかはちょっとね、まあお察しのいい方はわかると思うんですけど、まあまあまあちょっと置いといて、このねユニフォーム見てください。このユニフォームも2周年記念でね視聴者さんからいただいたものなんですけど、これね鬼滅の刃のねずこちゃんイメージなんですよね。めっちゃ可愛くないですか。ねずこの浴衣のイメージなんですけど、浴衣着物どっちだろう、ちょっと間違ってたら申し訳ないですけど、着物か浴衣かのイメージで、ということでねこのユニフォームを着てね今回やっていきたいと思います。ちょっとね男性だけ言うとやっぱりちょっとねごつい感じにはなってるんですけど、沼とかも書いてあってね、私のための本当にユニフォームをね作ってくださったので、このユニフォームでね今回やっていきたいと思います。ってことで早速やっていきましょう。キックオフ。メスチームをねめちゃめちゃボコボコにしていけたらなと思います。いやこのユニフォーム本当にねクオリティ高くって、マジでねずこちゃんっぽいんですよね。っていうか本当にまんまですよね、ねずこちゃんユニフォーム。ということでねやっていきましょう。一応ねお相手のチームの難易度はねレジェンドなので、そこそこ難しいっていうか普通に出ちゃったしね、難しい感じなんですけれども、まあ、ボコボコにねせめてコム戦ではボコボコにさせていただきたいと思います。ここチャンスですね。ちょっとラッシュで狙っていきましょう。いや強かったかな、ルンメニゲ。ないか。いやナイスマルディーニ、いいですね。ここベッキャンか、なんかちょっとユニフォームの色ミスったな、これなんか若干見にくいぞ赤と黒だからな、若干見にくさはありつつも、サネッティ、ここでなあ、マジか、ね、ここはいいですね。ネドベドナイス、いいんじゃないか、これこれいけるんじゃない。ネドベドで絶対決めていきたい。あーマジか、くっそ惜しいな。いやーこれ今の決めたかったですね、残念。めっちゃいい形だったのに決めれないっていうね。いやーこれもちょっとくー、これ来ましたね。ここここでどこに出そう、やばい、ここひー、やばい、全然本調子じゃないぞ、普通に緊張しちゃってるな。言うてレジェンドとはいえど一応ね胴玉の選手ではあるので、これちょっと勝ちたいんですけどね。この位置いいんじゃないか、甘味アスで決めていきたい。頼む、いいぞ、ルメニゲ。
決定力も高い、さすがルンメニゲ、ありがとうございます。ということでやっと1点。やっぱマジで本当に座りやすい、めちゃめちゃふかふか、すごいな、ゲームチェア。このコーナー入れていきましょう。いいんじゃない、噛みやすそう。いや惜しいな。おないか、ルンメニゲ無理と。いやこれやばいな。おー、前半終わりましたね。 OKOKOK 1-0 ということで、後半やっていきましょう。よろしくお願いします。はい、ということでね、後半やっていこうと思います。お願いします。いや普通にレジェンド強いな。ちょっとね、ボコボコにしたいんですけど、なかなかボールをくれませんね、レジェンドパイセン。ラモス、あ、これ無理か。普通に難しいぞ。来た、ナイス、ラモス。いやー無理か。くー、ラモスいけ、ラモス、ナイス、勝った、ありがとう。ナイス、マルディーニ、ベッケン取れた、オッケーオッケーオッケー、いいよ、ネイマール、これいける、いいぞいいぞいいぞ、これネイマールのコンコもありだな。いやマジかー、くそー、今のはダメですね。それってやばい、この形、あっめちゃんこ危なかったな、これ。オッケーオッケー、コーナーかな、相手のコーナー。オッケー、ここで食い止めよう。60分ってことでね、ちょっと変えていきたいと思います。変えていきました。ここのコーナー食い止めたい、マルディニ、いいぞ、ネイマールからの、いやマジか、やばい、ノー、オッケーオッケーオッケー、マイボールなのかな、これは。どうだ、マイボールですね。オッケーオッケー、こっから攻めていきましょう。72分ってことでね、あの1点しか取れてないの、ちょっとどうにかしたいな。もう1点ぐらい取りたいんですけどね。なあ、惜しい、アラスカエタ、めちゃめちゃいい飛び出ししてくれましたね。さすが2列目カンディアソ、無理か、体強くない、相手。え、待って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 、やだ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 。オッケーカン、ナイス。いつも私こんな騒がしくないんだけど、なんか実写って騒がしくしちゃいたくなっちゃうね。オッケー、いいよ、こっから行く、こう行く、からのこう行く、からのこう行く、からのインザギチャレンジ、ナイス、やりました。インザ、え、はい、ということでね、リバプール VS メス1-0 で勝つことができました。やったね。コムでしかちょっとね勝てないんでね。ってことで、こんな感じで試合やってみたんですけど、やっぱりね、この座り心地がめちゃめちゃいい、ここのクッションがねすごくいいので、めっちゃありがたいプレゼントですね。はい、ということで試合は以上となります。はい、ということで試合は以上となります。もう 1-0 ってことでね、ちょっと渋い結果にはなったし、ボコボコにはできなかったんですけど、まあまあいいでしょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。本当にね、この椅子めちゃめちゃ座りやすくて、ゲーミングチェアってこんなに違うんだなって思ったんですけど、買うの迷ってたりする方はね、ぜひ買ってみたら絶対いいと思います。めちゃめちゃね、ストレスフリーでゲームできるので、すごいおすすめです。こんなにちゃっかりね、実写やったの初めてなんで、すごい拙い YouTuber みたいなことやっちゃったんですけど、ここまでご視聴ありがとうございました。来年のね、3周年までに、そうだな、登録者数3万人をね目指していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。2周年で1万7100人の方がね、チャンネル登録してくださって、本当にありがとうございます。配信とかも100人以上の方がね、毎回来てくださって、もう本当に心の励みになっています。ありがとうございます。ウィーレのレートもね、もうすぐ700間近ってところで、ちょっとうろうろしちゃってるんですけど、これからも頑張っていきたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。夏芝でした。よろしければ高評価ボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。ちなみにね、今回動画撮ってくれたのはアニシバでした。はい、皆さんこんにちは。ってことで、ご視聴ありがとうございました。それではせーの、またねー。